私たちは小さい頃から怒るのは悪いことですよと言われながら育ちます。怒るのは格好悪いことだと刷り込まれると、怒っているところを見られるのが恥ずかしい、すぐに怒る人間だと思われたくないと思うようになります。すぐに怒っていたら社会で生きていくことができませんよ。すぐに怒っていたら結婚できませんよ。などと脅されることで、怒らない人間にならなくてはいけないんだと思うようになります。大人になってからも、すぐに怒るのは未熟な証拠だ、すぐに怒るのは社会人失格だ、などと脅されることで、すぐに怒る人間だと思われてはいけない、怒りを隠さなければいけないと考えるようになります。怒りというのは簡単に発生する感情です。怒りは思っていたのと違うというだけですぐに発生する感情です。私たちは生きていれば思い通りにいかないことだらけなので、すぐに怒りを感じない人間になることはできません。私たちは日々の生活の中で怒りを感じ続けます。すぐに怒らない人間になることができない私たちが、怒るのは悪いことだと思っていると、罪悪感を感じることが多くなります。またカチンと来てしまった、またムカッとしてしまったと嫌な気持ちになることが多くなります。こんなにすぐに切れる自分を知られてはいけないと怒っている自分を隠す、つまり怒っていないふりをするようになります。しかし、どんどん怒りが発生すると、すべての怒りを隠すことができなくなる、つまり怒っていないふりをすることができなくなります。怒りがたまると爆発してしまうことがあります。私は怒ってます。私はムカついてます。私はイライラしてます。と言わずにはいられなくなります。怒りを抑圧して溜め込むと、怒りを吐き出したくなります。私は怒ってますと言いたくなります。しかし、自分が怒っていることを知られると、心が狭いと思われるかもしれない、短気だと思われるかもしれないと心配になります。怒りを吐き出したい、でも怒っている自分をダメだと思われたくないとなると、普段は穏やかな自分が怒っているのにはそれなりの理由があるんですと自己弁護をしたくなります。こんなに優しい自分が怒るほど、あいつはダメなやつなんですと人のせいにしたくなります。あの人が私を怒らせたんですとすることで、私は未熟な人間ではありません、私はまともな人間ですとアピールしたくなります。怒ることは恥ずかしいという思いが強ければ強いほど、お前が悪いんだと激しく責めるようになります。俺が怒るなんてめったにないことだということを証明するために、次々と相手を責める理由を作り出します。こっちが丁寧に教えているのに全くやり方を覚えない、わからないことがあっても聞きに来ない、年下なのに自分から挨拶をしない、こんなことがあったらさすがの俺も切れちゃうよと怒っている自分を正当化します。それでも怒ることに対しての罪悪感や羞恥心が消えないと、今度はやっぱりゆとり世代は使えないななどといった差別発言をすることがあります。自分の教え方が下手だと思われたくない、年下にテンパってると思われたくない、コミュニケーション能力が低いと思われたくないなどといった不安をかき消すために、ゆとり世代には何を言っても意味がない、ゆとり世代が悪いんだから俺の実力とは関係ないということにしようとします。自分が悪いと思った相手だけを注意するのではなく、親の顔が見てみたいよとか、やっぱり〇〇県生まれのやつはダメだなとか、〇〇教を信じてるやつらはおかしいななどと、その個人が属しているグループや集団を悪く言うことを差別と言います。世の中にはこのような差別をしているのに、俺は全く差別をしない人間だ
と思い込んでいる人がいたりします。ということで、このような人の差別発言を真に受けて、自分をダメだと思わないように気をつけてほしいと思います。私たちは親を選ぶことはできないんですよ。生まれる時も生まれる場所も選ぶことができないんですよ。そんな自分の努力でどうすることもできないことを責められても困るんですけど、そんな差別をしてもあなたが成長することはないですよと思うようにしましょう。この人は怒っている自分を正当化することに必死で、差別発言をしていることに気づいていないんだな。私はこの人の言葉をまともに受け止めて、傷つく必要はないと思っていきましょう。